自分の資料に足りないところに北野さんの資料を参考にさせていただいて580万円の売り上げにつながりました。トータルして3ヶ月ほどで1229万円の売り上げにつながることができました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は受講生でリピート率アップサロンコンサルタントをされている中川理恵さんが入学90日で1229万円の売り上げを達成できた秘訣について具体的に聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。今のご活動内容簡単に教えていただけますでしょうか。私はですね、整体院さんとかトリートメント系の方とかサロン経営をされている方たちに向けてサロンコンサルタントをさせていただいております。基本的にはリピート率をアップさせるっていうところを重要視してサポートさせていただいております。ありがとうございます。弊社学科入学いただいたきっかけというところも教えていただけますでしょうか。数年前から北野さんの投稿はずっと拝見させていただいておりました。私自身もコンサルタントとして活動している中で北野さんの現場主義っていうところを常に考えて活動されているところに魅力を感じて、私自身も同じような考えでコンサルタントをしておりますので、まずそこに魅力を感じて受講を決めさせていただきました。次、入学前と後の変化というところも聞いていきたいんですけど、入学前の状況も教えていただけますでしょうか。私はですね、24年前に整体師としてサロンの方を開業し、現在5店舗のオーナーをさせていただいております。8年前にサロンコンサルタントとして新たに起業させていただいて、当初は Facebook とブログで集客しておりました。6年前からメルマガ集客に切り替えて、そこではある程度集客させていただいてサロン経営者さんに向けて発信していたんですけども、 3,4 年前ぐらいからインスタグラムを使っていて、インスタグラムとメルマガで集客していたんですけども、ここ最近インスタグラムと公式 LINE でいうところで自分の中で独自に運用はしてきていたんですけども、もうちょっと一度ここでしっかり学ばさせていただこうと思って以前から拝見していました。北野さんのところでお世話になることを決めました。ありがとうございます。そこから入学後の変化ということで、売上面的な変化っていうところまでちょっとお伺いしていきたいんですけども、まず私の場合は入学を決めた翌日から北野さんの資料を参考にさせていただいて、大体3日から5日ぐらいの間で580万円達成したっていう形になります。翌日には334万円っていう売り上げを上げさせていただいて、だいたいトータルして3ヶ月ほどで1229万円の売り上げにつながることができました。ありがとうございます。入学翌日から3日間で580万円っていうのもかなりすごいですけど、トータル3ヶ月で1229万円売り上げ上がったということで、はい、実際に入学いただく前も月商ベースとしては7桁は超えていたけど、アベレージで言うと入学前はどれぐらいの売り上げだったんでしょうか。だいたい100から150ぐらいをうろうろしてた感じですかね。というか、まあ580万というところ達成されて、売り上げも3倍以上アップされて、しかも90日間だけでも1230万ぐらいという売り上げを上げられたっていうところで、具体的に弊社の学科に入学いただいて SNS マーケで成果でいった秘訣っていうところも教えていただけますでしょうか。まずですね、 SNS マーケの前に、入学前に北野さんのセミナーに参加していただいた時に拝見させていただいてた資料がすごく魅力的だったんですね。早急に自分の資料に足りないところに北野さんの資料を参考にさせていただいて追加修正したところ、580万円の売り上げにつながりました。私はセミナーに参加させていただいたその日に受講を決めさせていただいたんですが、まだグルコンなども始まるまでに結構な日があったんですね。ただ提供していただいている動画の中で自分に必要なものを細かくピックアップして、下手に自分で動かずに自分に足りないところを補足するのと、北野さんがなぜこれを進めているのか、やった方がいいと言われているのかっていうのを事前に考えたんですよ。そこで自分に落とし込む時間っていうのを事前に結構取ってました。なるほどですね。ということは、うちで言ったらセミナーで言うと合計で言うと2、300ページぐらいの前半後半でスライドがあるんですけど、特に説明会のスライドだったりとか、お客様に購入というハードルを超えてもらうためのそういったスライドの訴求だったり、オファーの訴求っていうところもしっかりと中川さんご自身のセールス資料にも取り入れていただいたことで、成約率が上がり580万円のご客につながったという感じですよね。はい、コントが見てくださってる方でも結構うちのスクールって必要であれば営業とかセミナーセールスとか資料とかの添削も僕がサポートラインとかさせていただいてるんですけども、そこを変えるだけでもね、成約率2倍とか大きい場合と3倍くらいそれで変わったりするっていうぐらい、どういう風な伝え方をしていくかっていうのでものすごい変わってきますので、うん、そこをしっかりと落とし込まれているからこそ成果出てるのかなと思うんですが、では次インスタグラムについてもお伺いしていきたいんですけども、今こちらの画面に出てるのが中川さんの現在のインスタグラムで、リピート率アップでストレスフリーということで、リピート率上げたいサロン向けで月商5000から4年で8000万っていうコンセプトを元にして、プレゼントはこういった形で740名が受け取った動画に大特典っていうのをつけて運用されていらっしゃるわけですが、このインスタグラムで中川さんが意識されているポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。まずですね、私自身はインスタ運用は結構長いんですけども、北野さんのグルコンなど始まりお話を聞いていく中で、私
はインスタグラムでつながっている方たちと今まであまり関わることをしてこなかったなって思ったんですよ。そこに対してまず意識を変えました。ストーリーズや DM なので積極的にフォロワーさんたちと関わっていくことをしたんですね。あとはありがたいことに私はフィード投稿やリールの保存数がリーチ数に対してすごく多いのもポイントかなと思います。ただここは北野さんの講座の中でリサーチをすることっていうことを学びまして、とてもその自分の見込み客に対してリサーチすることが大事だっていうところを落とし込んで、必要とされている情報って何かなっていうのを常に毎日考えるようになりました。ちなみに今一般的にインサイト分析で見た時にリーチ数に対して保存数が 2% 超えていればグッドっていう指標だと思うんですけど、中川さんの場合は何パーセントぐらいあるか。最高 5% ぐらい。すごいですね。行った時がありました。自分でも驚きました。保存数が多ければ必ずバズるかというと、まあ、必ずしもそうではないんですけど、それだけフォロワーさんに求められている、後で見たいと思われているという投稿なわけであって、まあ、これも一個の仕様になると思うんですけども、中川さんが日頃リサーチするときに、例えばリールのネタとかフィード投稿ネタをリサーチするときに意識しているポイントとかテクニックとかがあればね、ちょっと教えていただけますでしょうか。まず北野さんから教えていただいた Yahoo の知恵袋を利用したりですとか、 Amazon を買ったりですとか、そういうこともさせていただきました。私は個別説明会に来ていただく方たちのお話を聞いて、その方たちのお悩みをリアルに分解してそれを投稿として発信していくっていうところに注意していた感じですかね。素晴らしいですね。あとはフォロワーさんが求めていることをしっかりとダイレクトに発信されているっていうのがすごい大事で、これ今度動画見てくださってる方も参考になると思うんですけど、リールとかも特にそうで、どうやって外部に新規リーチしていく効果って考えた時に、結局外部のリーチさせようバズらせようっていうことを考えるんじゃなくて、既存フォロワーにまず受けるリールを作らないと、既存フォロワーからの評価が高いやつが外部にリーチしていくので、目の前のフォロワーさんありきでコンテンツを作っていくっていうところがね、軸になってくるっていうね、そこはすごい重要になってくるかなとやっぱり思いますね。ちなみに中川さんの場合は現在もリールとかフィード投稿こういう形でデザインね、ある程度統一感を持たせて発信されているということで、写真に文字を入れていくっていう形でやってると思うんですけど、リールとかも結構ねしっかりとまあ統計のリールに力を入れて発信されているということで、ここで意識されていることとかをいただけますでしょうか。リール投稿に関しては、私は北野さんのところにお世話になってから始めたんですよ。北野さんのところでは自分の投稿を添削していただけるっていうサポートがありまして、そこに毎日毎日添削をしていただいたことによって、例えば喋るスピードであったりとか、文字の入れ方であったりとか、そういうところを本当に丁寧にサポートしていただいたことによって、とってもリール作成がスムーズになってきました。まあ、実際今こういう一連出てるトーク系のリールとかに関しては、 iPhone でご自宅とかオフィスで撮られてるって感じですかね。はい、はい、そうです。リールもですね、時代の流れに伴って業種によっても刺さるリール刺さらないリールっていうのはどんどん変化が早い時代なので、この動画見てくださってる皆さんも自分のジャンルに落とし込んだ時にどういうリールが一番刺さるのかっていうところは常に改善し続けていく必要はあると思いますが、あとはストーリーズとかで意識してるポイントがあれば教えていただけますでしょうか。これも本当にお恥ずかしい話、ストーリーズって全然意識して動かしてこなかったんですよ。受講させていただいてからストーリーズが非常に大事だっていうことを知りまして、そこからストーリーズって何かなって考えた時に、ストーリーズって言うだけあって物語だよねっていう風に考えたんです。さあ、どういう物語にするかって考えた時に、見てくださってる方たちがまず何に悩んでるのか、そこからどういう理想を求めてるのかっていうのをストーリーズの方で発信するようにしまして、そこで皆さんが何を欲しがってるのかっていうところを考えて、公式 LINE のプレゼントとかを作らさせていただいたんですね。ただプレゼントを作るだけではなくて、どういったプレゼントが欲しいのかとか、ストーリーズでアンケートとかも取らせていただくことによって、より深く欲しいものが分かったっていうことで、ストーリーズ発信していくのがすごく楽しくなりました。このアンケート選択肢を割り振って押してもらうとかですね、アクションしてもらうっていうのもすごい大事だし、それと一緒に求めているものをしっかりとデータを取っていくということをされていらっしゃるということですね。今日挙げられているストーリーに関しても、背景ちょっと暗めにして白文字で統一していったりとか、白背景に黒文字ってすごい視覚的に見やすい形にされていて、よくストーリーズって写真と文字がごちゃごちゃになって見づらいっていう人結構多いんですけど、そこを見やすくしていただくだけでもだいぶ閲覧されやすかったりしますので、あとはインスタライブについてもお伺いしていきたいんですけども、なかなかリストが取りづらいっていう方ほどライブをやってないっていうことがあったりするんですけども、中川さんもこのライブをやったことで、まあ、LINE の増加数だったりとか、そういった変化っていうところも、ね、もしあれば教えていただきたいなと思うんですが、インスタライブについては以前からしていたんですけども、はい、本当に何も考えずにただ話しているっていうだけのライブだったんですね。まず平野さんがおっしゃられていたように、ライブで話すことをストーリーズでアンケートを取ったりしました。そのアンケートをもとにライブの内容っていうのを考
考えていき、実際ライブっていうものを実行して、さらには公式 LINE の方でライブ視聴者さんに向けてプレゼントを用意させていただきました。まだ一度だけなんですけども、公式 LINE の方でプレゼント用意してますよっていうご案内をライブの最後にさせていただいたことによって、その時に登録者が50名ほど増えて、50名の方にプレゼントをお渡しすることができました。一撃ライブ50人ってめちゃくちゃすごいですけども、既存フォロワーの方がいても、プロフィールに貼ってあるプレゼントだけでは、普通にある程度フォロワーがいたとしても LINE 登録プレゼントを今あまり興味を示さなかった方に対して、また別の訴求のこういうプレゼントがあるよっていうと、そっちで反応してくれるっていうパターンもあったりするので、だからこそ定期的にプレゼントを差し替えていって、ライブ視聴者限定で渡してあげるっていうのは結構効果的ですよね。でも次、LINE 公式アカウントについても聞いていきたいと思うんですけども、 LINE の方はどういう感じで運用されていらっしゃいますでしょうか？私自身はずっとメルマガで集客していたので、公式 LINE の使い方っていうのが全く知らない状態だったんですね。北野さんのところでお世話になって、公式 LINE ってこういう風に運用していくんだっていうのをこう知った時に、まずは最初に登録していただいた方にお届けする動画を作成させていただきました。そちらをご覧いただいて、まず私のことをこう知っていただいたり、私のサービスの内容を知っていただいたりっていうところから、どんどんある意味認知活動っていう形でもつながっていきました。いわゆるプチローンチ動画といって、 LINE 登録した直後に自分のことを知ってもらうブランディングプロモーション動画みたいなもので、あれがあるのとないのだと教育の入り具合が違うというか、その後の制約率もかなり変わってくるかなと思うんですけども、それをまず見ていただいて、そこから配信の頻度とか配信の内容とかはいかがでしょうか？インスタライブをさせていただくときには必ず公式 LINE の方からご案内をお送りさせていただくようにして、あとライブが終わってからはライブの感想をいただくっていうことを取り組んでいました。それによって感想とかスタンプですとか、たくさん視聴者の方からいただくことも増えまして、公式 LINE で登録していただいてる方とのやり取りっていうのがすごく増えたんですね。じゃあ読者さんの方から連絡が来たりとか、スタンプが来るようにもなったりっていうことで、 LINE の読者の方がすごい活性化されているという状態ということですね。ちなみに LINE 運用していただいて、インスタグラムも同時に並行していく中で、直近 2,3 ヶ月間で LINE の増加数とかっていうのもどんな感じでしょうか？ LINE とインスタを掛け合わせることによって、私の場合は3ヶ月で約120名ほどの登録者の方が増えました。 LINE の読者さんでだいたい一律あたり1万円から2万円、ライブをすると3万円から4万円ぐらいの経済効果があるというふうに言われていて、120名っていうことは売上に換算するとトータルで言うと 4,500万ぐらいの売上が上がるポテンシャルがある読者リストを集められているということで、具体的にはその LINE の配信の、ね、中身に関しては今ちょっと構築されていらっしゃる、ね、段階だと思うので、そちらの反応も楽しみにしておりますので、あとはですね、セールスについても聞いていきたいんですけども、クロージングとか説明会とかで意識されているポイントとかがあれば教えていただけますでしょうか？もともと私生態とかを通してお店をやっているので、クロージングとか最初のカウンセリングだったりっていうのは経験が長いんですね、なのでそこを意識したのではなくて、今回せっかく北野さんのところにお世話にならせていただいたので、リサーチでいうところをお聞きさせていただいたので、このリサーチっていうところを徹底的に力を入れて、サービスを欲しいって思ってくれてる人を集客するっていうところに意識を向けたんですよ。それによってクロージングとかほぼいらずにサービスを求めていただけることが可能になったっていう形ですね。いわゆるセミナーとか相談に来てくださった時点である程度スクリーニングされているので、興味ある方だけが来るっていう状態ですよね、はい、一番理想的なモデルをしっかりと構築されていらっしゃると思うんですけども、先ほど事前にフロント発信でスクリーニングできているというふうにおっしゃられていたんですけど、インスタグラムの発信とかだったらどういう形で濃い見込みのお客様に刺さる発信をされているのかっていうポイントとかももしあれば教えていただきたいなと思うんですが、私の場合ですと、自分も今まだ現役で整体師としてお店の方に立ってますので、そのお店にいる間の時間っていうのをまず考えるんですよ。考えた上で、あ、朝お客様とこういう時にちょっと問題が起こったなとか、夜こういう時に問題が起こったなとか、そういうリアルな話を実際にインスタの方でフィード投稿であったりとか、リール投稿で上げさせていただいていることによって、見込み客の方たちに刺さってるっていうところはあると思います。中川さん自身の経営している上の実体験とか、そういうのがもうドンピシャで刺さっているからこそ、中川さんだったら私の悩み解決してくれるかもっていう確信でご別荘に来ていただいて、でほぼほぼ制約につながりやすいという流れできているということですね。その他意識されたことももしあれば教えていただけますでしょうか？北野さんのスクールではすぐに情報が見れる環境っていうのが用意されてるんですね。インスタグラムや公式 LINE やセールスについてなど、本当にその他盛りだくさんなんですけども、そのサイトがありまして、サイトがすごく見やすくて、実際私も自分の運営させていただいているスクールでそういったものは作ってたんですけども、まずそれをゼロに戻して北野さんのスクールの方法を参考にさせていただいております。そうすることで私の受講生さんたちも見やすくなったと言ってくださってます。まだまだ私は制作途中なので、引き続き頑張って作っていきたいと、こう意欲も増しましたし、私自身も動きやすくなって本当にありがたいです。ありがとうございます。改めて弊社学科に入学していただいて良かったこともあればね、教えていただ
けますでしょうか。私はまだ学び始めて間もないんですけども、いろいろなジャンルの方々のビジネスの動きだったりとか拝見させていただけるっていう環境がすごくありがたいですし、私が今学ばさせていただいている内容っていうのは私の受講生さんたちにもそのままお渡しできる情報なんですね。なのでまずは私が実証してみて細かい部分まで受講生さんたちにお伝えできるっていうことが本当に一番嬉しく思っております。これは私が感じていることなんですけども、北野さんが時間を使っていただいて現場主義であること、それによって受講されている方々の気持ちも理解してくださっているからだと思うんですね。一つ一つのお話しされることにリアル感がすごくあるんですよ。失敗談とかもお話しされて見えるので、全てが参考になっています。ありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございます。では最後ですね、この動画見てくださってる方でこれから SNS 集客始めていきたいとか、もしくはスクール入学検討されている方もいると思うんですけど、そういった方に向けても一言何かメッセージがあればいただけますでしょうか。私自身は8年以上 SNS を使ってきて思うことは、 SNS ってただ発信するだけのものではないと思うんです。人と人とのつながりができるっていう現代の最高のコミュニティツールだと考えているんですね。それによって私も何万人っていう方々とつながらせていただいてますし、 SNS だけじゃなくてリアルにタイアップしてビジネスを拡大していくっていうことも可能なんですね。とてもすごくいいツールだと思っていて、そして北野さんのところで学ばさせていただいたことで、今まで自己流でやってきた例えばインスタライブであったりとか、すごくライブとかでも躍動感があるものに変化したんです。フォロワーさんたちと密に関われることを心から今楽しさを感じております。それによってまた人とつながっていける、こんな最高なことはないと思っております。今日ね、中川さんからもいろいろな集客だったりとか売上アップについてのポイントお話しいただいたと思うんですけど、概要欄の方にも中川さんのインスタグラムや LINE のリンクも貼っておりますので、こちらもぜひ登録していただくといろいろ勉強になる部分もたくさんあると思いますが、今中川さんの LINE に登録いただくとなんとプレゼントがもらえるということで、こちらの LINE 登録プレゼントについても軽くご紹介いただいてもよろしいでしょうか。サロン経営者様に限定させていただいてるんですけども、サロン経営始めた時点で何から始めていいかわからないっていう方がほとんどなんですね。なのでサロン開業した時点からもうそこから3年後5年後何をやっていけばいいのかっていうステップアップで見れるような資料27ページ分になるんですけども、ご用意させていただいておりますので、ぜひ受け取っていただけると嬉しいです。ということでね、ぜひこちらもチェックしてみていただければと思います。ということでね、中川さん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡ししています。一つずつ解説していきます。まず一つ目、 LINE× インスタグラム超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。三つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。四つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらにプレゼンします。五つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして六つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。